どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはキッズと一緒に盛り上がっちゃう曲いきます。ドーン、アンパンマンエンディングテーマ、勇気リンリン。こちらの曲、このちっちゃいウクレレで歌えるんですよ。バイバイ家族で歌おう。はい、今回のこの勇気リンリンはですね、テレビバージョンのエンディングでちょっと短いタイプの方になっております。これをですね、まずがっちりこう練習して思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているシンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。これ初心者の方でもできると思いますよ。後半はかっこいいバージョンやります。このかっこいいバージョン侮ってはいけません。このアンパンマンのエンディングテーマ勇気リンリン、かっこいいバージョンは相当奥が深いことになっております。これはね、リズム練習とかにものすごくいい曲です。ちょっとこれでね、こうリズムの感を鍛えるとか、ぜひ挑戦していただきたいです。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽を聴くのって最高だけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたけどチャンスがなかったですという方とか、楽器一回チャレンジしたんだけど難しくて挫折したんですみたいな方が、このちっちゃいウクレレ弾いて歌って弾き語りできるっていうね、これプログラムがあるんですよ。このプログラムを見て今も全世界中の方が何十万人もガズレレで音楽始めてます。それだけ簡単にできるのがガズレレ流です。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どなたでもあっという間に音楽ができるようになっちゃいます。素晴らしいプログラム。ここからですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこにはね、今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上。もうアップロードされております。もうとにかく山盛りです。今日みたいなキッズと盛り上がれる家族で歌える曲、ここにまとまってるページがあるので、ぜひここも見てください。他の曲もたくさんありますからね。はい、これから音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。勇気リンリン。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみます。エンディングテーマ勇気リンリン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりお続きでやってみました。いかがだったでしょうか。短さが結構いいんじゃないかなと思うんですけど、まずゆっくりね歌マスターしていきましょう。コードは、入門コード6個です。ちょっと多いかと思うかもしれないんですけど、これ後でも紹介しますけど、ガズレレでは超入門コードのグループ、ガズレレ必須コードの、グループ内で収まってるんで、ちょっと練習するとすぐ弾けると思います。まずは皆さん、今のシンプル簡単バージョンに合わせて、動画の中に歌詞とテロップ出てますから、動画に合わせて何回も練習して合わせられるようになってください。ガズレレシンプル簡単バージョン動画と一緒にできるようになった方、おめでとうございます。まずはここが最初のゴールですよ。はい、そこまでできたらですね、もう結構素晴らしいんですけど、でもどんどん次のステップ行きましょう。次のステップ
ステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずにですよ、皆さんご自身一人だけで音楽を生み出す、メロディーと歌とリズムを生み、音楽を作り出す、これをやっていただきたいですよね。でもね、最初からこう曲を暗記してるわけではないと思うんで、最初のうちは楽譜とかを見て何回も練習して、いずれは覚えちゃってキッズと一緒にもうワイワイ歌う、こんなのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってじゃあどこにあるんですかって話になると思うんですが、安心してください。今ね、ガズはですね、この、手書きのノート、このノートを見ながらですね、今演奏していったんですよ。もうちょっとしたらこのカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風にメモったらいいんじゃないですかっていうシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の勇気凛々を含むガズが今まで書いてきた、手書きで書きまくってきた膨大な数のノート、手書き楽譜のストックの中から、皆さんが面白そうだな、やってみたいなと思う曲をお手元に毎月5曲ダウンロードできて、これもちろん YouTube と完全連動してますからね。ですぐさま練習に入っていけるぞというね、画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。勇気凛々、アンパンマンのエンディングテーマ、テレビ版のね、ちょっと短いバージョンの方でございます。はい、見ていきましょう。これイントロなんですけど、ちょっと見てもらうところ、ここでワンブロック、ワンブロックで、今のシンプル簡単バージョンは C、G7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  止まるって感じでやったんですけど、見てこの下にここにいろいろ書いてあるでしょ。これね、後半のかっこいいバージョンでここにこう決めフレーズって書いてあるけど、ここがすごいキーワードっていうかキーポイントになるフレーズが入るんですよ。後でしっかり解説していきます。はい、今言ったように下にくるっと囲ってる、例えばここもそうですね、のは後半やるかっこいいバージョンでこうやって弾きますよということで、今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段を4つ弾きでゆっくりやったよということです。それをちょっと確認していただいて、こうやって写しとくので、一時停止でノートとかにメモってってください。はい、そして後で動画のテロ内、動画のデモ演奏中のテロップを書いてもらうのもいいと思うし、先ほど紹介させてもらったガズクラブでこのノート楽譜のスキャンデータそのものを手に入れていただくのもすごく有効だと思います。ガズの楽譜の特徴はこの点にありまして、ここでリズムを測ってます。これがすごく参考になると思うんでね、はい、この点を目安にこのリズムをマスターしてください。まあでもこの曲みんなね歌えるでしょうからね。はい、こんな感じです。じゃあ一時停止で書いていってください。でここまでがね一応前半部分なんですね。で、ここ感想って感じで、てんてんててんてんてんって、ここでまた、さっきのここの決めフレーズが、ここで入ってきますと。そしてここ最後のね、もう、ここ最後の盛り上がりになっちゃうんですよ。テレビバージョンのエンディングテーマだと。はい。ここはこの切ない感じで盛り上がっていくところでございます。はい。ここもこんな風に、コードが変わっていたりします。一時停止で書いていってください。とはいえシンプルな曲ですからね。はい。で、最後エンディングとして、ここで出てきた感想と同じフレーズをやって、最後 C で終わったというのがガズレレアレンジバージョンになっております。はい。じゃあ出てくるコード、さっきも言ったけど、こう、入門コード6個ね。C と Am と F、Dm、G7、E7 のこの入門コード6個でできます。この6個のコードはガズレレではお馴染みで安心の、これガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。
10個も最初に覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに頭に入れようと思うとなるとね、頭がなかなか混乱するんですよ。なので私がめちゃくちゃ頭にねスイスイ入ってすぐに覚えられちゃうすごいいい動画撮ってるんです。ここにその動画貼っつけとくんで、コードはここの動画で覚えてください。そこで10個覚えちゃったら今日出てくる6個はその中に入ってますからね、自然に覚えちゃうよということです。コードをちょっとね、最低限この10個は時間見つけてなんとかマスターしてください。したらいろんな曲弾けるようになりますんでね、ガズレリスコード覚えちゃいましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、ひとまずね、今のシンプル簡単バージョンでもうキッズと一緒に盛り上がるにはもうこれで十分だと思うんですけどね。4つ弾きで雪の雪がリンリンリン、これでいいと思うんですけど、かっこいいバージョンではここからリズムを加えてさらにこう盛り上がっていこうということなんですけど、この今の4つ弾きでまずはひとまず歌の確認をねしっかりしていってください。もちろんこの曲ねもうほとんどの方もバッチリ歌えると思うんで、まあ大丈夫かなと思うんですけど、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。さっきも言いましたけど、今回のかっこいいバージョンはですね、もうアンパンマンを舐めてはいけますよ。すごくかっこいいんですよ。ちょっとラテンっぽいの、この曲って。イントロとかのところ、テンテンテテンテンテンス、タカタカタンとかなんかね、すごくこう南国の陽気な感じが出てて素晴らしい。それをこのちっちゃいクレレでどこまで再現できるかっていうのをやってみたいと思います。出てくるコードは6個で一緒なんですけど、いろんな弾き方が変わってきます。今日出てくる主な弾き方を紹介しましょう。こちらです。ドーン。8ビートのチャト、カッティング。これが出てくるんですよ。このカッティングっていうのがなかなか出てくるんですけどね。この8ビートのチャっていうのはこういうリズムです。C を押さえていくと。チャッタス。ね、この軽やかなリズム。これはね、いいリズムですよ。ガズレレではこの8ビートのチャってめちゃくちゃ出てくるリズムなんで、これを機にちょっとマスターしていただければと思うんですけど、あとカッティングっていうのは左手でこう、音を止めるっていうやつなんですけど、ここは奥が深いんですよね。で、まあ、今出てるこの8ビートのちょっとカッティングの説明、完全説明動画、ここにちょっと貼っときます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレホームページの1枚で、この8ビートのちょっとカッティングの濃厚解説レッスン動画がもうすでにそこにアップロードされておりますので、ちょっと時間見つけていただいて、しっかりリズムをマスターしていきましょう。これが面白いんですよ。で、8ビートのじゃあさっきも言ったようにガゼレではめちゃくちゃたくさん出てくる基本のリズムになりますので、なんとか覚えていきましょう。で、カッティングっていうのはね、これがなかなか奥が深い。このさっきも言ったけど、弾いといて左手でパッと弦を触れて止める、こういうのがねかっこいいフレーズを生み出すんですよ。で、今回はちょっとあの曲の中の構成としていろいろこう見ていこうかなと思います。ちょっと前奏のところの決めフレーズはちょっと後に置いといて、まず A メロの雪の鈴がリンリンリン、ここは8ビートのチャでいきます。ちょっと演奏してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。雪の鈴がリンリン、こんな感じで軽やかに、これはかっこいいリズムなんで、ぜひねじっくりとマスターしてほしいんですけど、 あともう一個、ね、A メロの一番最後のところのアンパン、食パン、カレーパン、ジャムバターチーズ、だんだんだん、このジャムバターチーズからやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャムバターチーズ、だんだん、スタッスタッタン。はい、CCCE7、 ワンブロックにコード4つなんですけど、 CCCE7、 ジャンジャンジャンスタンジャン。で、タイミングはこんな感じです。最後のダンだけ E7 になる。もう一回ダンツダンダンダン。はい、これと同じパターンがサビの中でも出てくるんですけど、後半のサビの途中の優しい顔のジャムおじさんの、ジャムおじさんのところで出てきます。このね、トモスも CCCE7 の流れもすごくかっこいいんで、ぜひちょっとじっくりやってみてください。今日問題になるのがね、目玉がランランとか、この要はちょっと切なくなる、ドラマティックになるところでカッティングが出てくるんですけど、このカッティングはカッティングでもただのカッティングじゃないです。頭打ちのビートということになるんですけど、どんなことか、ちょっとやってみますね。メダマがランラン、バイキンマンからやってみます。ワン、ツー、スリー。メダマがランラン、バイキンマン。これが難しい。今、何が起こったかわかります？バッ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 って、音が止まったでしょ？これがさっき言ったカッティングです。A マイナーを弾いといて、左手でパッと止める。これでリズムを出す。これがですね、聞くとやるとじゃ大違いで難しいんですよ。で、リズムキープもしっかりしなきゃいけないんで、体全体でリズムキープをする。ちょっとサビのコードを回してみましょう。ワン、ツー、スリー。
難しいカッティングでございます。これ左手見て一個ずつここで止めてんですよ。はい、これはですね、もうとにかく先ほど紹介したカッティングの濃厚レッスン解説動画を見てもう何回もやるしかないんです。このね、バッパッコパッコパッコバンパッコパッコパッコってこうドラムが頭打ちのフレーズっていうか、ドラムがね、 A メロは雪の鈴がんとかドンタンツッとタッドンツッタッツッとタッって始まるんですけど、ここのメタマガのところはタッコ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 メタマガダッドタッツタッツ、このリズムの変化、ここがかっこいいとこなんですよね。ぜひこのカッティングで頭打ちビート、これはね、たまにこのロックの曲では出てくるんですけど、まさかアンパンマンでこのね、かっこいい頭打ちが出てくるとはちょっとびっくりしたみたいな感じなんですね。でまたね、感想のところでまた8ビートのチャに戻るんですけど、そろそろ解説入っていきましょう。その今日一番メインになるであろう決めフレーズっていうのがあるんですね。それちょっとまずそこだけ演奏してみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じなんですけど、ちょっとこのね、見てもらうと、この矢印マーク書いてある最後 G7 の前に、これはですね、シンコペーションという合図です。これシンコペーションというのはリズムが前にスコーンと食い込んでくるよということで、今のを聞いてもらうと、デン、チ、シ、シ、G7、G7 がドーンとちょっと前に食い込んでるんですね。で、これ見てもらうと分かるように、2弦の3、2、1、0って書いてあるでしょ。これね、見てください。はい。まずこれ C 押さえたまんまです。C 押さえたまんま2弦の3、2、1、0。なんですよ。3、2、1、0。C 押さえたまんまっていうのがポイントですよ。2弦の3、2、1、0。G7。カッティングでダッダダって飛べます。ゆっくりいきます。1、2、3、4。3、2、1、0。ダッダダ。かっこいいでしょ、これ。ゆっくり。もう一回。せーの、3、はい。はい。今、ダッ。だった。ちょっと止まってるでしょ。ここはですね、左手でカッティングするのちょっと忙しいんで、右手で止めるのがいいと思います。こうです。だだだだだだ。これです。ここの決めフレーズかっこいいんだよね。もうちょっとゆっくりやってみようかな。じゃあ C 押さえたまんま2弦の3、2、1、0、チャ、G7。はい。はい。もう一回。せーの、C 押さえて、2弦の3フレット押さえたところから、せーの、3、2、1、0、チャ、G7、チャッカ、チャッカ。はい。その本番のテンポぐらいでやると、1、2、3、4。まあ、このチャッカ、チャッカは、まあ、止まってもいいです。ブレイクでもいいです。チャッ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 。雪の鈴がこんな感じですね。このフレーズが感想とエンディングでまた入ってきます。ちょっと感想のところをやってみますと、テンテンテテンテンテン、ここドキドキ、感想だからね、これドキドキさせるように入ってくるんですね。でね、一番最後のところのエンディングのところでも出てくるんですけど、最後の最後は一回 C で終わるところでもう一回シンコペーションがあります。やってみましょうか。テンテンテテテン、ここですよ。最後の C の、終わった後のところもシンコペーションでエンディングという、もう一回、ラストのエンディングです。最後の C もドーンと食い込んでくる。ここが今日一番キーポイントのところかなというふうに思います。そしてちょっと細かいところなんですけど、一番の目玉がランランバイキンマン、ソレイケ僕らのアンパンマンから、一回目の感想に入るところ途中ちょっとやりますね。ソレイケ僕らからいきます。ソレイケ僕らの、ここ伸ばすよ。アンパン C で伸ばして、アン。てっ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 て。今の分かった？これ、カッティングで入れたいの。左手はどこでもいいから触れるだけカチャっていう音を出したいんです。そこでこのチャカチャカチャ、これがね、この打楽器要素、この勇気りんりん聞いてもらうとパカパカパカとかパーカッションの音がすごくかっこいいんですよ。それをなんとか再現した、もう一回それいけ僕らのから、ワン、ツー、スリー、それいけ僕らの、伸ばしてバーンバーンバーン、くるよ。このこのアンパンマンのところでこれ2回ここ出てくるんですけど、カチャカチャカチャ入れてみましょう。これでちょっとラテンっぽい感じをダ
出したい。この感じ、このなんかハッピーな、このなんかね、南国ムードですよね。これをちょっと細かいですけど、このちょっと余裕が出てきたら、ぜひこう入れてみてください。というわけで、簡単曲だと思っていたら、なかなか奥が深いんですけれども。とはいえね、こういうのって楽しいんですけど、こういうキッズと盛り上がれる曲っていうのは、もうこういうのは自分のリズム練習とか面白い、リズムのなんかこう、深いところを探るっていう意味では、こういう風に弾き方といいと思うんですけど、まあ、キッズと一緒にワイワイめちゃくちゃもう外でワーワー走りながら盛り上がろうっていう時は、もうシンプル簡単バージョンで十分だと思いますけど、まあまあなんかできそうだったらどんどん取り入れてもらって、さらに自分のテンションも上がっても、なんかそんなの一緒に楽しんでいただければというふうに思います。アンパンマンの世界観を頭に抱きながら、弾くのがやっぱりキーポイントになると思いますよ。感情も込めてですからね。それでは、かっこいいバージョンやってみましょう。アンパンマンエンディングテーマ、勇気リンリンガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1、2、1、2、3、4!アンパンマンのエンディングテーマ、勇気リンリンガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これ結構奥が深いよ、これは。はい、もうカッティングで、ダン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 って、このね、頭打ちのカッティングってかっこいいんですけど、やっぱり速くなっちゃったりね、なんか難しいんですけどね。まあさっきも言ったように、でもみんなで盛り上がるときはもう4つ弾きで十分だと思いますけど、その面白いところ、こう、いい感じでこう取り入れていって、オリジナルのアレンジ作り出してもらうのもいいかと思います。ご活用ください。お知らせなんですけど、ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今こう出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。